シルク・ジャスティスとは、日本の競争馬である。1997年の有馬記念などに勝利した。いとこに同期同馬種で、サツキ賞2着のシルク・ライトニングがいる。シルク・ジャスティスは3歳の10月、京都の新馬戦でデビューしたがなかなか勝てず、初勝利までに5ヶ月、7戦を要した。デビューから8戦目の毎日敗で3着に入ると、続くオープン特別の若草ステークス。 京都4歳特別を連勝し、日本ダービーへと駒を進めた。なお、京都4歳特別から、ジャスティスの引退レースになる2000年の金ャ地賞まで、藤田真嗣が起場することになる。日本ダービーで2番人気に支持されたジャスティスは、後方から鋭く追い込むレースぶりで、サニー・ブライアンの2着に検討した。秋は、初戦の神戸新聞杯こそ8着に終わったが、続く。 京都大賞店では、ダンスパートナー相手に勝利を収め、喫下賞の有力候補に上がった。だが、喫下賞では一番人気に押されながら5着に敗れ、続く、ジャパンカップでも5着に終わり、掲示板には乗るものの勝てないレースが続いた。しかし、1997年12月21日の、有馬記念にて、直線コースでのマーベラスサンデー。 エアグルーブの叩き合いに突如割って入るカゴトク2頭を抜き去り一着入線初にして唯一の GI 制覇を果たす。それまでの GI では赤敗続きだったが、藤田はずっとこの馬が一番強いと信じ続け、その思いが実った勝利となった。1998年5歳になったジャスティスは阪神対象天から始動メジロブライトとの叩き合いで、 花さ破れるもに京都目されるようになる。そして、春の天皇賞では、メジロブライトを抑え単賞を一番人気に押されるが、直線で伸びきれず4着に敗れた。宝塚記念でも6着に終わったジャスティスは、秋は京都大賞店3着から GI3 連戦に挑んだが、秋の天皇賞は8着、ジャパンカップも8着、有馬記念も7着と掲示板にすら乗れずに終わった。 1999年、6歳になったジャスティスは、日経新春杯6着、阪神大正天4着を経て、春の天皇賞に挑んだが、前年同様4着に終わってしまう。その後、ジャスティスは、左前足の急節を疲労骨折してしまい、約1年間休養することになる。1年後の2000年5月27日、ジャスティスは、近社地賞で復帰したが、 11着と、どの負けを喫し、このレースを最後に現役を引退した。2001年から、CB スタッドで、種ボバ入り。2003年は、ニーカップ町農業共同組合畜産センター。2004年からは、優秀スタリオンステーションで、つなぎをされる。2004年に初年度産区がデビュー。年平均50頭程度に種付けをしていたが、散発的に、 地方競馬の重症化チウマを出すに留まっていた。2006年からは、新平課長の畑山牧場に移動し、畑山牧場の繁殖品場を中心に、毎年一桁程度の種付けを行っていたが、2010年の種付けシーズン終了後に種母馬を引退。引退後に、馬式園が2010年の中山大障害を制し、3区の中央競馬重症及び JGI 初勝利を、 果たした。その後も、畑山牧場で余生を送っていたが、2019年6月3日、老衰のため死亡した。ありがとうございます。